こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、ちょっと思いついたことがありまして、それを動画にしてみたいなと思います。で、昨日ね、息子と話してて思いついたんですけど、これどうなるんだろうと思ったことをやりたいと思います。使う例はこちらの2つになります。で、こちらは懐かしいんですけど、ドライガースラッシュで、ポリッシュベアリング、はい、そしてもう一つがちょっとカラフルな米使いたいなと思って、アーチャーヘラクレスの WBBA 限定のものと、で、あとゼロバンプクエストです。私のお気に入りのクエストドライバーです。で、これを使って、ではですね、これでやってみたいと思います。で、見えやすくするために、スタジアムのカバーは外してます。でですね、何をするかと言いますと、このドライガースラッシュってね、実はここ平らになってるんですよね。すごくここだったら吸盤すごく、はいすごくくっつくんすよ。こんな感じで見事にくっつくんす。だから要するに、なんていうんですかね、まあ、クエストドライバーってここ吸盤ついてて、で、こちらのドライガースラッシュのこの面はものすごく平らなんですよ。なのでここにピタッとくっつけて、これでシュートしたら、これどうなるんだろうと思いましたので、ちょっと今から試してみたいなと思います。はい。ほんとそれだけの動画です。もしよかったら、ちょっとこれする前に、アンケートここ書いてるんで、もしよかったらこれシュートする前に答えていただけたら嬉しいかなと思います。私もね、これどうなるんだろうと思って、これベアリングついてるから、これ動力としては伝わらないじゃないですか。ここが回っても。ただ、ここがすごく回ってるから、ジャイロ効果っていうんですかね。なんか、詳しくはわかんないですけど、回ってるから、これはこのまま立つんじゃないかなと思うんですよ。ベーって、なんかその、回ってたらこう、なんか保とうとするじゃないですか。倒れるのを防ごうとする働きが多分あると思うので、ひょっとしたら、このままこの上だけがギューッと回って、止まってるんじゃないかなって思ったんです。皆さんはどうでしょうか？まあ、ベアリングといえども一応、まあ、動力を伝えるから、こっちも若干回るかもしんないんですけど、まあ、とりあえずこけずに回るんじゃないかと、ジョージ石原は思ってます。皆さんはどうですか？どう思います？で、もちろんね、まあ、吸盤はよくくっつくんですけど、やっぱり吸着力が若干多分弱いと思うので、ちょっと水をここにつけて、ビタッとね、つくようにはしたいと思います。一応アンケートここら辺入ってますんで、そうだなと思うものに近いものがあったら、それでちょっとチェック入れてみてください、まあ、とりあえずやってみます。ちょっと一応コップに水入れてますので、ここに軽くね、ちょっとつけて、あんまつけすぎたらね、はい、ちょっとつけて、じゃあちょっとやってみますね。ここにピタッと、うわやっぱり水つけたらすごいですね。もう全然落ちないです。ではね、これでやってみます。これどうなるんだろう。では、いきます。はっ、あ、いきます。はっ、あちょっと待って、外れた外れたよ。ちょっともう一回いきます。一回目の答えは外れるっていう、もう一回いかさせてください。では、いきます。はっ、どうすかこれ。あ、下も回ってる。おー、回るんだ。あー、はっ、どうすかこれ。あ、下も回ってる。回りますね。ちょっともう一回、もうちょっとだけ強いシュートで打ってみます。あー、まーす。よし。あー、ずれた。中心がずれたらダメなんだ。あー意外に難しいな、これ。これ吸盤がね、外れないようにしたらどうなるのかな。それが気になるけど、まあ、いっか。じゃあ、これ強いのかどうかもちょっとやってみたいので、超絶バルキリーと対決してみたいと思います。これは強さはどうなんだろう。ちょっともう一回いってみます。よし、あ、これうまいこと回った。いきます。どうだ、強いのか弱いのか。
弱いね弱い、強くはない。はい、という感じでした。なんて言うんだろう、結論としては、まあ、上のベイブレードの回転力のあるうちは、まあ、倒れずに一応バランスを保って回ったという、まあ、そういう結果になりました。はい、うん、なんでそうなったかっていうのはちょっとジョージ社の頭では分かんなくて、調べて、まあ、ジャイロ効果とかっていうのを調べてみたんですけど、まあまあそういうことなんでしょうね。まあ、ジャイロ効果によって、まあ、これぐらい高くなっても、まあ、倒れずに回ったということだと思います。また詳しい方はコメント欄で教えてください。いや、回るかなとは思ったりもしたけど、でもこれで回るかっていうそのあれもあったんでね、まあ、今回やってみて、で実際ちょっとでも回ったんで、なんかちょっとすっきりしました。ただこれがなんでっていう原因までにはたどり着けなかったっていうのが、ちょっとそこは、まあ、あれなんですけどね、わからない。ネットでいろいろ見たけどやっぱちょっとわかんないです。もしあれだったらね、学校で物理の先生とか、小学校だったら理科の先生とかね、そういう先生にね聞くのが一番いいような気はするんですけど、でちょっと最後にね、ちょっとここを両面テープでくっつけてピタッとね、それで強いシュートでやってみたいと思います。これでどうなるかですよね。両面テープつけてみました。でこれでしっかりと、お、これはもうこれは外れないでしょうね。ではこれでいきます。果たしてどうなるんでしょうか。今度はね、さっきよりもかなり強いシュートになりますんで、もうちょっと長いこと回るとは思うんですけど、じゃあやってみます。おお、おお、すごい、おお、なんか変な動きしてる。でもだいぶ長く回りましたねちょっと対決してみよう。ちなみに超絶バルキリーと対決するとどうなのかちょっと気になるので、ちょっと、ね、一応ちょっと対決もしてみたいと思います最後にちょっと対決を、よし、なあ、どうだどうなのこれ、強いの。あ、バーストした下がバーストしたけど上が回ってる